はい、どうもプロスプでーす。今回はですね、まあ見てわかるかな、まあドヒレレとナットレとあとカビゴン、まあこうやってね、いわゆる、まあ、陰キャ戦法と呼ばれるまあ耐久してね、で、まあ、相手の HP を一番じわで削っていく、まあこういう戦法とはね、3体で、まあカビゴンはちょっと違うんですけどまあ3位ってことでね、3つのおかげ3位、まあ、この3位戦法でね、まあやっていこうと。あれですね、なんとか6階でもうマスターボール級目前ってところまで来たのでね、これあと1回勝ったらマスターボール級いけるんじゃないかなっていう感じなんですよ今。はい、マッチングしましたね。これはね使えん、ちょっとあのどうだろう、カミコンのアーマーマーの通りがかなりいいんですよ、これ見た感じ。あの氷っぽとバンギアスとあパルシェ、パルシェ、そうそう、バンギアスはでもアームハンマーぐらい、カビゴのアームハンマーぐらいでしか有効打点がないんですよね。よし、ここはもう3位戦法もう一回いきましょう。これはねもう激系はね名勝負になる気がします。一番怖いのは氷っぽですね、ちょっとなんといっても。魔法育か、魔法育もね耐久型ですからね、これかなりきついですよ。あのね、なんだか溶けるだっけ、効果なんだっけ、あれ防御力とか上げるんだっけ、あれをね、あさ瞑想か、瞑想何上げるんだ、瞑想が得るのは特攻と特防、まあでも大丈夫です。あの特攻が上げられても別になんともないです。あの結局こっちのあのメインの攻撃隊はあの特攻じゃなくて攻撃型なので、とフェアリーテイマーたまにねマジカルフレイを持っているので、ね、魔法イップどうかちょっと調べてませんけど、まあここはまあ一応だって魔法イップ覚えるんだっけ、まあいいやもん、神も神も言って、あれちょっとなんか入れてもしてたわ。あ、これ。あ、これ、ちょっと待って。ちょいからミスった。ホイップが、覚えるかの、あの、マジカフレーム覚えるかどうか見とったら。まあいいや。怖そうですね。どうしましょうか。土地か、土地かやっとく、行っちゃう、土地か。でも相手が積み技をやってきた場合は嫌なので。でも、なんか調べたところマジカフレーも覚えないらしいので、魔法一歩は。大丈夫です。覚えないよね。あ、覚えるじゃん。やべ、やらかした。やらかした。ちょっと待って、見逃して、見逃して。あ、ちょ、いかん、いかん、いかん。ちょっと待って、せっかく3位戦法で、いけると思ったのに。はいはいはい。ちょっと、いかん、いかん、いかん。ここ行く。やべえってこれ、いやもう捨て身の特攻、捨て身の特攻やってよ、もうね、まあ、出したもんはしょうがない。ん？まさかこいつ持ってないマジカフレーム、うお、結構まで結構まで結構まで、これでねジャイロボールをね食らわせることができる、しかも鉄の時計でダメージ入るし、あー、いけ、いっちゃいっちゃい、おお、ちょっと耐えた、ちょっと耐えた。やめて、ちょっと耐えるのやめて。あのさ、強ザメだからそれ。もうそこはね、潔く倒れてくださいよ。島を守る。守はね、食べ残しで、まあ回復していく。向こうも食べ残しなんだな。危なかったな、マジカルフレーム持ってた。いや、まあね、魔法イップがマジカルフレーム覚えっていうのを見逃して、まあ結果まででしたけど。あ、こういうこともある。ビギナーズダックってやつですよ。いや、もう結構やってんねん。ビギナーズって言っとったらいかんな。
いやまあでもね、まあ、タイトルがねデッドライフ出身が目指すマスターリーグなんでね、まあ、ビギナーズでもいいでしょう別によし魔法一歩倒せた。こっちはまだ一体もしちゃってる。しかもドヒロイではそんなに HP 変わってないが、多分今 HP 満タンなんですよ再生力で。うお、これかなりでかいぞ今の状況。さて次何、やっぱ入ってるかバンギラス。はい、まあ多分このバンギラス砂ぼこしは砂嵐はこっちで剥がれタイプで食らわない。これもでかいです。はい、多分このバンギラス弱点保険なので、むやみに弱点をついてはいけない絶対に。うん、それ絶対。あー、しかもここでやってくるのか。まあでも柳をだれが決まればですけど、え、大丈夫ね。さすがに一旦でね、ナットレですよ。あのナットレですよ。いくらバギアスといえば、一旦でナットレを沈めることはできないはず。信じてるから。ナットレ、信じてるから。よし、大丈夫だろう。大丈夫だよな。大丈夫だよな。あ、ライナック、弱点が来るけど、大丈夫。弱点だけ、弱点だけだ。どうだ、弱点だけだ。弱点がなってた。よっしゃ、審査員のナットレ。え、どうするか、これ。まあ攻撃1段階上がってますけど、やる気の体力とため残しを回復で上がりやすし、多分耐えるんじゃないかな、ダイネックを一発。あれさ、結局むやみに弱点ついていかんのだ。そうだ、無理しました。危ねえ危ねえ。パイプがゼロボールやるとこだった。そうそう、何言って、さっきは自分で言ったこと忘れてどうすんだよ。え、あ、守る。まあちょっとバンギアスの、まあね、バンギアスの攻撃だからね、1段階、これ2段階上がっちゃうのは嫌なんですけど、本当は。まあ、しょうがない。これでダイマックスのね、ターンを枯らすってことにかなり意味があると思うので。それにね、このドクトのやる状態でかなりね、ダメージを削れてるので。よし。まあ、とりあえずもう一回守る。あ、決まらなかった。ちょ、まあでもお疲れだったね。でもかなりいい仕事した。うん。でも攻撃3段階上げられてるからね、これ 2.5 倍ですよね。あ、2.5 倍。違うな。3倍だ、3倍。3倍はきついかもしれん。まあでも、確かね、ヤヌギの種は、発動したやつが瀕死になっても、うん、柳の種は、ラットで瀕死になったら続くはずなんですよ。続かないだっけ瀕死になったら。あ、間違えたわ。ねえ、まあ、よし、まあ、ここはダイナックで、行きましょう。結局ね、バギアスの格闘技を、神君が一発耐えれんかったら、どうにもならないのよ、もう。ダイナックでどれだけ削れかなんですよね。マンギアスが強いのは特防なので、攻撃技、しかも、マンギアス、またイワークタイプなので4番じゃなくて、そうだったら多分、ふざけんなよ、お前。どんだけ強いんだよ、マンギアス。嘘でしょ？ちょっと待って、え？そんなクラブを、え？クライマックスカビを一発で沈めるとかありだろ？終わった。もう無理だ。もう無理だ。いや、諦めなまらない。諦めなまだ早いよ。大丈夫、そうそうそう。うん、統治家が成功して、すればね、なんとかなんじゃないかとね、思うわけですよ。統治家が連続で成功していけば、あと、毒気で削りきればね、何ターンいる ?5 ターンぐらい寒いな。あ、え、やる気あたりあるじゃん。これはいけるかもしれんぞ。多分、あと2回連続で統治が成功すればいける。確率的にはそう低くない。けど2回目でも失敗するっていうね。当たらなかった。当たらなかったよ。
いけるいけるいけるバンギアス通せよこれ。いける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 待っていける。おお奇跡的だ。ストーンエッジ当たらないのは本当に奇跡。よくやった。ドヒレでよく避けた。この統治が成功する。さっき失敗しましたかね。これね。はい。バンギアスの攻撃を防いで。よーし。いや、よだれバンギアスが倒れる。いけねえ。いけねえぞ、これは。最後、ポケモンなんだ。頼むから、ドクロ効くやつに出してくれ。そうしないと無理。ハルシェン。ハルシェンか。なるほどね。はい、まあ、ドクロは効く。ドクロは効くんだけどね。うん。どうね。なんていうかね。これ、大丈夫あ、間違えた、土地買っちゃった。しかも、効かないし。肌を破るか。ちょっと待って、俺がやりたいのはネットだったんだって。違う。俺だとしてはネット。ああ、ちょっと待ってよ。ネットだって、ネットやろうとしたんだって。やばいやばい。この再生ミス、このさ、ボタンミスでさ、負けたとかさ、本当に。いや、よく考えろ。落ち着け落ち着け。どうなる？これ、特防がね、2段階で上がって下がってるんですよ、こいつ。ということは、ドヒレのネット、今してたんですけど、結構食らうんじゃない？結構食らう。結構食らう。次はどうするべきだ？次のけど。でこんだけ食らってるのに、もう一回カラーをやってくるってことないと思うんですよ。まず間違いなく攻撃技をやってくると思うので、だってこれ次ネットやったら確実に、ね。うん。だけトーチか。よし、とりあえずしていく。でもな、これ、どっくり削りきればいい。あと2体いるぞ。2回、よし、考えよう。考えよう。統治官があと2回、統治官があと2回連続で成功する確率と、ドヒドレが一発さえる確率、どっちが高い？よし、ドヒドレ。信じた、ドヒドイレ。頼むから。これは耐えるよね、これ。耐えるよ、これ。さあ、とどめをさせて、ドヒドイレ。ドヒドイレってな、自分の力で、自分の力でとどめをさせるんだ。よし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 、いいぞいいぞ、やるときはやる。やるときは攻撃をね、ちゃんと相手を倒すんだ。よし。よし、ちゃん、よし、いい終わり方だ。よくやった、ドヒドイレ。さあ、あとネットでね、勝利を抑えまして。はい、やっと。よし、やった。さあ。成績。更新。マスターリーグ。来ました。はいはい。まあ、見ての通りね、マスターリーグで、ね、あと、今10万人いるんですよ。というわけで、まあ、そこまで難易度高いものじゃないんですよね、本当は。これで残りますけど。あ、まあ、まあ、マスターリーグになったんで、まあ、これからはね、まあ、まあ、タイトルちょっと変えて、まあ、これはマスターボールリーグまでやつのままですけど、まあ、次からね、まあ、初心者が目ネット対戦初心者が目指す、ランク上位みたいな、そんな感じのタイトルという方ですけど。はい、というわけで、今回はこれ。それでは、また、この後